ガジェットウェアをご覧の皆様、こんにちは。日経マネー編集部の武田です。今日は前回に続きまして、日経マネー3月号の株主優待特集についてご案内したいと思います。前回は優待投資は安い金額で投資してプレゼントや自社製品、飲食券などがたくさんもらえる楽しい投資方法であるということを紹介しました。では実際に優待投資をしてみたいという人は何から始めればいいのか、今日はお伝えしたいと思います。こちらをご覧ください。こちらは、初心者の方でも分かるように、優待投資をどうやったら始めればいいのかということを、読み物形式で紹介しています。新人記者のまねみさんとデスクの金蔵が、やり取りすることで、どうやったら優待を取ることができるのかということを面白おかしく紹介しています。株主優待は企業の決める日に、株主であることが、条件になります。この日に株主であると、優待品がもらえるという仕組みになっています。それについて詳しく書かれているのでご覧ください。そして、最後の方では、101銘柄、この特集の、あんこの部分にもなるんですけれども、日経マネーが予算別に選んだ、優待株101銘柄を紹介しています。まずはこの表をご覧ください。この表は、株価の割安度と業績から、掲載されている優待銘柄がどの位置にあるのかをマッピングしたものです。理想は業績が良くて株価が割安な銘柄、つまりこの赤い部分ですね、赤い部分の銘柄が、素敵なもの、素敵な優待株であるということが分かります。しかし、株主優待とは、一言で、業績や割安度だけで決められるものではなく、個人の好みや使い勝手もあります。そういう時に役に立つのが優待利回りという指標です。これは、優待株を買える金額 と、もらえる優待品を、元に計算した利回りであるんですけれども、今は株価が安いので優待利回りが高い銘柄もたくさんあります。自分の好きな優待で利回りが高い銘柄も、買ってみるのも一つのアイディアです。日経マネーではこのように皆さんが優待株を選びやすいように、優待利回りや業績の様子、割安度などをいろんな指標で表示した、データを101銘柄作りました。これは分かりやすいですので、ぜひ手元に1冊置いてみるといいと思います。こちらの日経マネー3月号の優待株カタログをもとに、皆さんも優待投資ぜひ始めてみてください。よろしくお願いします。